I would ask Mr. Kakura-san to sing、together with me、since he's such a good singer and we can sing amazing ways. 私が訳します。次はですね、私もちょっと参加させていただいて Amazing Grace という曲を歌わせていただきます。これはですね、アメリカの同時多発テロの時とかもそうだったんですけども、チンコの意味を込めたりしてアメリカ中でこう歌われた歌です。で今回、イタリアの方と、田舎の私がですね、こう何かできることないかってことをたまたま言っていただいて、たまたま私がアメージングレスを歌えるということだったので、じゃあ一緒にやってくださいって、お願いされましたので、仕方ねやってやるからということで、やることになりました。精一杯歌いますので、聴いてください。よろしくお願いします。次にも私が続いて、今度はですね、皆さんがよく知っている歌だと思います。桜桜というのをですね、仕入れてきておりまして、それでぜひ歌わせてもらいたい。今度は私の方でお願いしたらば、んでしからねがらというふうにいただきましたので、一緒にやらせていただく。若干歌詞がですね、私も40年ぶりぐらいで歌うので、インターネットで調べたらわけのわかんない歌詞が出てきたんですが、精一杯歌いますので、ぜひ皆さんももし分かるようであれば口ずさんでください。それでは歌います。I want to say one thing. There is an instrument, a Japanese instrument, that is similar to harp. So after this song, let's try to guess what instrument is it.この桜を今からお聴きいただきますけれども、その時にこのハープが日本のある楽器にちょっと音色が似ているということを皆さん お気づきになれているかもしれないんですが、この曲の後にそれが何の楽器であるかということを皆さんにお聞きしますので、よろしくお願いします。分かった人は入ってきてるので、ね、よろしくお願いします。それでは桜桜
何の楽器でしょうか。はい、日本の。はい、琴。やってますよ。琴、やってます。琴は英語ではジャパニーズハープ、日本のハープとも言われているので、やはり同じ弦楽器ということで似ていると思います。I will play another Japanese song that a Japanese singer had been teaching me some months ago from Ghibli studio movie. 次の曲は皆さんご存知の曲かもしれませんが、ジブリの曲からです。日本人のハープ奏者の方から教わった曲です。お聴きください。